職場で資格も取れる好環境。 NPO 法人岐阜村が運営する岐阜村温泉デイサービスセンターでは、 ICT リハシステムという情報通信技術を使用し、その人に最適なリハビリを提供するパーソナルベストを実現します。最新機器で測定した筋肉量、骨密度などのデータをもとに、介護士、看護師、理学療法士、ケアマネージャーがチームを組み、利用者の現状に合わせてプランを策定します。全国でも数少ない温泉を利用した機能訓練プールを備え、国立長寿医療研究センターが成果を検証した最新機器を導入した施設で、一人一人に合った運動や脳トレを実施しています。筋力と脳を複合的に鍛えることで、健康な脳と体の維持を支援しています。コミュニケーション麻雀やシナプソロジー、ハンドメイド教室などのセミナーで、軽度認知症の人の機能を回復することも試みています。理学療法コーナーでは、理学療法士による個別指導やウォーターベッドでのマッサージなども受けられます。昨年、同じ敷地内にシアタールーム、美容室、温泉利用の大浴場を備えたサービス付き高齢者向け住宅、特定施設中津川がオープンしました。木造平屋建ておよそ2000平方メートルで、畳とフローリングの個室30室を備え、定員は30人。恵那峡と恵那山を望む好立地で、エントランスにはヒノキ製足湯を備え、美容室は一般開放されています。さらに介護職員研修センターでは、介護職員初任者研修のほか、岐阜県認可校では東農唯一の介護福祉士受験に義務付けられている420時間にも及ぶ介護福祉士実務者研修も実施して、働きながら職場で資格を取得することができます。お問い合わせは電話番号 0573-64-9105 NPO 法人岐阜村まで。